さんこんにちは、レガテッドレベルシックです。今日はなんとスペシャルマッチよ来ました。今日は本当にスペシャルな日で、タピックです、通称、はい、タピスタに来てるんですけど、はい、今日はサッカー YouTuber オールスターズ、これね、そう、このユニフォーム、サッカー YouTuber オールスターズですね。で、対戦相手が、はい、なんと、はい、SC 琉球レジェンド、おお、もうここ最近まで現役でやってた人たちが、はい、今日対戦相手、はい、でサッカー YouTuber、マキヒカとか、梅とか、はい、まあ、リゼムとか、はい、他にもいらっしゃるんですけど、はい、今日はそのメンバーで、まあ、試合をすると。お、これオープニングで今撮ってるんですけど、はい、フルマッチ、試合のフルマッチ流します。お、このチャンネルで、このチャンネルで、すごいな。なのでフルマッチも楽しんでください、はい、ただ、僕は今日この日をめちゃくちゃ楽しみにしてたのにですね、はい、人体やっちゃいました。 Oh my god、 まあでもしょうがないから、まあ怪我はつきものなんで、はい、代打用意してます。お、はい、代打でーす。公平が今日は僕の代わりに試合に出ます、はいはいはい、そして彼もやばい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 。今日はこのメンバーとね、はい、あと何名かいるんですけど、後ほど今インタビューとか意気込みを聞きながらやっていきましょう、うん、チュラ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 って何。今からちょっとトークショーがあるので、リゼムとレガテのトークショーやってます。すごい、見て、もういっぱい来てくれてる。みんな来るよ。あっしゃー、あっしゃー、すごいから、この沖縄にこんな集まるんだよ。やばい。あ、レガテの勝者だよ。あっしゃー、どうも、マキッチャー、レガテの竹谷です。よろしくお願いします。めっちゃ押してるんですよ。俺はちょっとシャレで言ってたんですけど、もう見て、もう5分前。はいや、はいや、先に試合の意気込みをお願いします。チャンネルです。じゃあ動画です。暑すぎる。沖縄に暑いわ。やばい。最初はシーサー、じゃんけんポン。おお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 おうちに挨拶ついてるけど、最後、さよならの挨拶、バイバイ。全員で琉球FC盛り上げるために、活動してやっていきましょう。ナスカーありがとうございました。頑張りましょう。絶対勝ちましょう。今日勝ちましょう。ありがとうございました。もうちょっとボール地近くしたらいけるかも。軸足に、左足にボール近くしてみて。そう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 、もうちょい近く、もうちょい近く、そう、自分がやりやすい場所を見つけて、そう、おい、いいね、飲み込み早い、うん、みんな上手でしたけどね。はい、じゃあ毎回迷うけど、一気に拍手、はい、レッツゴー。優勝した子はサインボールを受け取ってください。おめでとう。じゃあみんな拍手、みんな拍手。振り負けやろう。バモスバモスバモス。気候マジで最高です。最高なんだ。ちょっと湿度高いですけど、俺南国好きなんで。ああ、いいね。まあ、ちょっとオーストラリアはこれのカラッとした感じだった。いやマジ沖縄住みたいっす。住みたい。はい。しっかり沖縄のファンのために楽しませてください。はい。いいプレイしたいし、頼みますよ。もちろん。風は結構二子玉川に近いな。尾道にも近い気がする。タカ、沖縄の琉球イベントどうですか今日？最高ですね。ただほんま一つ言わせてください。はい、沖縄暑すぎ、湿度おかしい。試合はどう今日？怪我したじゃん前。はい。怪我の状態的には。怪我の状態はまあ悪くないですね。悪くない。はい。じゃあ今日ゴール決めれたら、シーサー、シーサーポーズしてください。OC サポーズ。楽しみにしてます。はい、頑張って。かける、今日どうよ、沖縄スペシャルマッチ。高谷くん楽しんでる？超楽しい。超楽しい。いいね。沖縄試合はどう今日？コンディション的にはどう？コンディションは、うん、これぶっちゃけ言うと、うん、怪我したよね前。めっちゃ悪い。
めっちゃ悪い。でもそういけるよね、若さで、ね、こうやってる若さでいけるよね。いけるいける。テーピングガチガチやん。いやでもかけるならいけるよ、若いから。じゃ頑張って。梅ちゃん今日調子どう？いい感じ。熱い。沖縄もみんなこれしか。いやほんまに沖縄ってサウナやと思ってる。あサウナでしょ。サウナの中でサッカーするの初めて。ほんま初めて。ただでもみんないい人。あ、みんないい人。優しい。あ、よかった。空港から全員いい人やった。あ、じゃあ沖縄楽しんでもらえてる。完璧。いや嬉しい。すっきすっきもうすっきやる。すっき大阪。大阪ちゃうわ。沖縄や。頑張ってめちゃありがとうございます。キャイムどう沖縄。え、沖縄ちょっとまだ全然わかんないですけど。なんか沖縄にあんま馴染めてないなんか。でも芝がいいですね。芝がね。あ、芝がいい、ね。うん、まあ。J のピッチャーだからまあそれは芝はいいけどさ。あ、海とか見てないからです。あんま沖縄。まだ沖縄感は感じられてない。感じられてないですね。そうね。今日来たもんね。そうなんですよ。これからサッカーするっていうだけだから、ね。はい、でも中敷き忘れたんで。ちょっと危ないです。これ今中敷きのシーン。やってますね、歩夢。出しても大丈夫。頑張って歩夢今日も。はい、沖縄にみんな集結してますが、ね、どうですか、こなんか不思議な感じするね。不思議よね。コンディションはいい。コンディションはいい。2人ともいい感じ。いい芝。いい芝ね、確かに。もう今日はね、芝のせいにできない。確かに。公平が助っ人っていうのもちょっとおもろいよ。面白いよな。今日頼むよ。アピールのチャンスよ。勝者が決まるでしょ。レガテの視聴者さん、多分ある意味一番公平に注目してるから今日。でもまあ、そんなプレッシャーは感じず楽しんでください。今日は楽しみます、はい、楽しい。いや最高これ。翔ちゃん頑張って、はい、しっかり沖縄のみんなの前でゴール決めて。ここホームだから沸かすしかないな。レガテのホームだから頑張ってください。はい、ジャイさん、はい、すいませんちょっとカメラやりながら、はい、アップ大丈夫ですよ。本当すいません。いやいや、今集中してるんで。集中してあ、嘘嘘嘘嘘。あ、すいません。嘘でもないか。集中はしてます。そうですね、ジャイさんだってアップ大事にしてる一番の男ですからね。そうだね、もうアップ取ったら俺何も残らなくなっちゃうから。本当に。いやご存知の通り。ジャイさん、うん、ご存知の通り。ちょっと見て。はい、俺のために用意されたかのような。すごいこのユニフォーム。ピン、ザ・ピンクね。ザ・ピンク。これ多分、うん、スタッフさんちゃんとジャイさんの好みを見て選んでくれてるし、ちゃんと9番だし、すごい。すごい素敵よね。琉球からの最高のおもてなしです。どうですか沖縄。いや、まあ、着いたばっかなんだけど。確かに。もう今日帰んなきゃいけないから。あ、そっか。今日残された時間堪能しようと思ってんだけど。満喫。あのグラウンドが。グラウンドめっちゃいいですね。めちゃくちゃいい。めっちゃいい。ジャイさんがタピスタに。いい。沖縄どうですか今日。リコちゃんと一緒に来て、ほんまにまずありがとうございます。ありがとうございます。こんな光栄なことを呼んでいただいて。いや、もう地元の僕からしても嬉しいです。沖縄はまあ旅行半分で来させてもらってるんですけど。あ、めっちゃいい。もう最高です。で、今日最後しっかりサッカーして、はい、今日ゴール決めれそうですか。そうですね、頑張ってゴール決めたりして、ちょっと、はい、また来年とかね、次のイベントも呼んでもらえるように、はい、結果もしっかり出したいなと思います。リベンジャーズの得点王でありリールズリーグの MVP ですからね。そうですね、ちょっとありがたいことに、動画を見てる視聴者の皆さんもみんな注目してると思うんで、はい、ぜひ楽しんで、はい、カップル、はい、チャンネルやけどもサッカーもしっかりやるよっていうところを見せたいなと思います。はい、お願いします。お願いします。今日楽しみましょう。はい、楽しみましょう。お願いします。ありがとうございます。マキ君、はい、レガテチャンネル、こんにちは、はじめまして、レガテチャンネルです。沖縄どうですか。沖縄いいよ。やりながらです。沖縄涼しいですね。今日コンディションいい。まあ、いや何言ってるんですか、僕出ないですよ試合。あ、出ないか。そうだ、出てないかも、出てないかも。YouTuber オールスターズの監督として今日どういう采配を。今日勝ちいくっす。今日勝ち。でも今日勝ちに行きます。勝ちいくっすけど負けたら選手のせい。それは俺ピッチ立てないんで、やっぱ負けたら、うん、選手のせいです。あ、勝ったら、勝ったら監督のせいです。じゃあ采配はあんまり。采配はまあそうですね、まあリーズリーグ得点を1位2位の高達也を前にしておけば勝てるだろうと。確かに確かに、はい、得点力は高いね。はい、ケイゴも怪我だからね。本当はみんな出てる姿をやりたかったっすけどね。またやりましょう。来年またやりましょう。また俺も直して、ケイゴも直して、マジやりましょう。お願いします。お願いします。うんば、いや沖縄楽しんでる。最高っすね、これ。ピッチがやばい。意気込みどうですか。いやピッチ良すぎて、これトラップミスとかも多分ありえない。ありえない、論外。今日やっちゃいけない。もう俺これ今日トラップミスしたらもうサッカーやめます。沖縄の気候と沖縄の雰囲気と、ね、いや暑いのはそんななんですけど、そうなの、ムシムシしてるっすね。確かにね、湿気ね。それが結構きついっすね。
ウンパ今日あのこの動画を見てる皆さんが、はい、待ってますみんなが。いやーマジで皆さん見ておいてください僕のゴールを。頑張ってウンパ。頑張ります。監督叫んでる。ダッシュ入れてボボ裏やんないように。ボボ裏やんないようにダッシュ入れて。頑張って頑張って、これガチの試合だよ。コージの負けんなよ、今日は決める日だぞ。FC 琉球レジェンズ対 YouTuber オールスターのスペシャルマッチ、今キックオフしました。20分ハーフの試合ということです。実況は鎌田博がお届けします。そして解説には牧彦さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本田圭介さんですか。そう、今日牧彦さんいないんで、僕が代わりに解説しようかなと、はい、なるほど、よろしくお願いいたします。本田圭介です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では本田さん、いろいろとお聞きしたいなというふうに思うんですけれども、まずは右から左に攻める水色のユニフォーム YouTuber選手たち、彼らのコンディションというのはどんな感じでしょうか。コンディションいいでしょうね。そうですか。あ、今一人抜け出しました。上原慎也が抜け出そうかというシーンでした。ゴールキーパージャイアント和樹さんまでボールが戻っています。みんなコンディションは良くて、合宿とかもあったんで。あ、そうですか。いい状態だと思います。ちょっとただ沖縄はだいぶ暑いですよ。そうですね、思ったよりみんな暑くて結構みんなバテてるなと思いましたけど、多分試合ではやってくれると思いますよ。カズがボールを受けて左に振りました。歩むボールをキープします。カットインしていけるかどうかというところ、ボールを受けたのは8番ウンパルンパ、中央に渡した19番は公平です。ウンパルンパ選手は特にユーチューバーの中でも知名度のある選手ですね。そうですね、久保建英のモノマネしたりとか、はい、森保監督のマネもしたりしてて、結構人気ですよね。人気ですね、そのあたり本田さんはちょっとこうジェラシーとかってことはないですか。なんか本当俺より有名になるなよみたいなとか感じるんですけど、なるほど、羨ましいなとは思いますけど、負けてられへんなという気持ちもありますよ。わかりました、相手は FC 琉球レジェンズということで、そのチームを 対戦相手として戦うわけですけれども、そうですね、暑さという点でもやっぱりちょっと向こうにアドバンテージがあるんじゃないかっていうふうに感じる場面あるんじゃないですか。そうですね、僕個人で言うとカタールを思い出すなというふうに。なるほど、現地で解説していた本田さんとしては、そうですね、はい、上里がボールをキープ、そして左に振りました。ただこれはインターセプト。再び沖縄レジェンズです。去年まで琉球で4年間プレーしたのが背番号20上里和正です。一度ボールを下げました。23番の砂川から右、15番の加藤潤、縦に出す赤嶺にはボールが渡りません。42番の茂です。下げてジャイアント和樹、パントキックが一つの持ち味だということを聞いています。そうですね、すごく上手で、はい、西川周作選手も絶賛するぐらいの、そうですね、相当なパントキックの持ち主なんで、受けられて嬉しいということを西川選手も話していました。そうですね、だから本当にすごいですよ、今日見れたらいいですね。そのシーンもあるでしょうか。達也から振って右サイドです。さあ YouTuber 軍団の攻撃になる。クロス入ったがゴールキーパー荒崎の正面です。荒崎は那覇西高校から東海大、そして FC 琉球と JFL 時代の琉球を支えた選手の一人でした。現役時代よりも金量が上がっているという情報も入っています。ゴールキーパーの荒崎、中央はボランチの上里です。打って立て上原慎也、キックオフ沖縄では数々のコメントを残しています。奥に振りまして左サイドから、どうでしょう、 FC 琉球チームの少し時間帯が続いているかなっていう感じもあるんですが、どう打開していきたいですか。スペイン戦日本戦を思い出してもらったらいいんですけど、別にボール持たれても点入られてなかったら、大丈夫なんでサッカーは。なるほど、キープするゲームじゃないですからね。そうですね、はい、最後はネット揺らしたら勝ちなんで。わかりました。だから今持たしてるんだっていう、もうもはや作戦なんだと、そういう考えもできると思ってます。ありました、まだ今前半何分ですか。まだ3分ですね。7分、いや違いますよ、そんなに経ってない。3分、はい、だから前半、はい、早々なんで、そうです、7分の時にまたそれやりましょうね。はい、言ってください、右手梅ちゃん、そして上原慎也です。186センチあります。ストライカー上里和正、中央で受けた、下げて7番の羽田。7番です番です、はい、踏んじゃありません。上原へのボール合いませんでした。
シゲから右サイドに振った。来たよこれ。中走り出す6番の達也も待っている。いいクロスが入ればチャンスだ。達也のヘディング、荒崎のセーブ。素晴らしい攻撃一つ見せましたね。いいですね、やっぱ右の今の高選手からのクロス良かったよね、はい。そして最後達也選手、惜しかったです、決めて惜しかったですけどね。ただ一つ形を作りました。再び琉球の高い位置でボールを奪えるかという場面でしたが、 FC 琉球レジェンズがボールをフィールド中央です。赤峰から落として肌から右、6番の奥宮、2018年も琉球でプレーしました奥宮です。15番の加藤から縦のボールありません。さあそしてここでもう一人解説のフロアに来てくれました。お名前をお願いいたします。リゼムの翔平です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。4人組サッカー系 YouTuber の一人、はい、翔平さんですね、はい、よろしくお願いいたします。エリガーという経歴もお持ちで。あ、そうですね、ちょっとだけなんですけど。いやとんでもないですよ。解説も務めていただけるということで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。好きな選手というかすごいと思った選手がガナハカズキ選手だったと思うんですね。あ、そうですね、サヌキ時代にガナハさんと一緒にやってて、はい、ほんとめちゃくちゃうまかったんで、なるほど、すごいなと思ってます。ゴリゴリのガナハ選手のプレーも見て、はい、実際に一緒にプレーしたということですもんね。はい、はい、とこのバックパス、思わぬ形で YouTuber オールスターがコーナーキックを得ました。本田さんどうでしょう。まあ本田さん今のまあ失敗してしまったんですけど、やっぱサッカーってミスのスポーツなんで、はい、ミスは仕方ないですよ。やっぱこれを見に来てる小学生とかも、うん、その好きな選手の上手いとこばっか見てるけど、やっぱりミスがあるスポーツやから、はい、そのミスも重ねてそこで上手くなっていくため、練習して上手くなってみんなの好きな選手になってるわけやから、なるほど、こういうミスも認めないといけないよね、はい、そこもちゃんと目に焼き付けてください今日はすごいな。そうですよね、もう完全にモードに入ってますから、本物じゃん。いやいやもう、さあチャンスを掴んで今前半6分です。7分、7分まだです。あと30秒あります。コーナーキック低めの弾道のボールでした。浅戸浩二のクリア、ただボールを拾い返しました。再びクロスが入る、奥高まっているか、荒崎のジャンピングキャッチ。さあすぐに始めます。上里和正です。パス悪かったですね今、悪かったね思いました、まあ、こういった経験も一つ糧にしながらレベルアップしていくんだということですね。そうですね、はい、ミスはつきものなんで、ミスはつきもの、はい、いいこと言うな。さあ前半は7分になりました。7分7分経つの前半、早い7分ですよ。数字に7ってあんの。ありますよ、7を超えて8があるんですから。 8? さあそして右に振っています。那覇空港、那覇空港、那覇、ここ沖縄市ですからね。那覇 FM 那覇 78.0 何だ。スポンサーボードはいいんですよ、見なくて。さすがでも本田さんのやっぱり視野の広さを感じる解説ですね。いやありがとうございます。いやいや、もうスポンサーボードにまで目が行くっていうのは見ますよ。ないですね。あ、そして梅ちゃんです。あそこバナナ振りました。14番の歩夢どうですか。バナナです。バナナで書いてますね、バナナ。さすがですね。7に、ね、反応する傾向があります。8番のウンパルンパ、パスずれてるよ。サイドに振った。いや、いいパスやろ。ウンパルンパ選手も今こちらにちょっとジェスチャーのようなものを見せましたね。非常にこう YouTuber 選手たちの仲の良さというのも感じます。まあそうですね、まあ普段我々みんな一緒にやってるんで、そうですね、まあ、どういったプレーがお互い得意かっていうのは分かってるんで、はい、確かに。ここドリブル来るんじゃないか。ここでドリブル来るかどうか。左でクロス入る、ヘディング合わない。仲良くしようよ高達也今クロスを入れたのが翔ちゃんです、ね、翔ちゃん、沖縄県出身です。そうですね、うん、高と達也ライバルなんで、そうなんです、一緒のチームではないですよね。なるほど、普段はライバルのチームでやってるんで。そうですか。ちょっとそのあたりのパワーバランスなんかを見ながら今日は試合楽しんでいただければと思います。攻めているのが YouTuber オールスターです。下げて公平です。まあ、でも達也奥さん見に来てるんでいいプレーしたいと思ってます。まあそうですね、あまりこういう機会もないですからね。そうですね、なんとかまずは得点をというところ。で彼奥さんの前で点取るの得意なんで。あ、そうですか。そうなんですよ、確かに、まあ、まさに勝利の女神と。そうですね、まあ、ところでしょうね、まあ、後で勝利の女神を解説してくれると思ってるんで。なるほど、楽しみに聞いてください。はい、花金カップのリコさんがね来てくれるということになっております。お、中央インターセプト、高がチャレンジに行きます。上里です。
右に振って6番の奥宮です。ただこれ梅ちゃんのヘディング、ナイスカバー、ジャイアントカズキバックヘッドしたんですね今。見事ですね、バックっていうかキーパーに戻したんですね。キーパーに戻しました、はい、ようやりましょう、緑色の髪がトレンドマークの梅ちゃんです。右に振りましたがそこには誰もいない。ちょっと歩の調子がめちゃくちゃ悪い気がしますね。あ、そうですか。普段の歩さんではないと、はい、いやまあ普段もこんな感じですよ。普段もこんな感じ、かなり厳しめ辛辣なコメントですね、歩はね、なんかいい時いいんですけど悪い時悪いんですそれでもみんなサッカー選手はいやいや、その波が激しいというか。あ、そうですか、でもまあ彼お客さん来る時の試合で点取ること多いんで、はい、確かに僕らの試合の時でもお客さん入ってるとよく点取るんで、なるほど、まあ、今日も僕は取るかなとは思ってます。お、その期待も込めたコメントです。前半は10分経過しています。なんだ、なんだじゃないです。上里から走り出した上原へというパスか、受けたのは羽田、おいしょおいしょ、相手を振って20番上里、うまっ、た来たよ上原、キックフェイントからクロスが入る、うわー、めちゃくちゃいいクロス、最後は羽田健二、枠は捉えられませんでしたが形を見せました。 FC 琉球レジェンドチーム質が高いですね。うまいですねやっぱり、うん、キックオフ沖縄でも解説を務めている元 J リーガーの上原慎也のクロスに最後は羽田健二が合わせていきました。羽田選手はタピスターここであったり八重瀬の練習グラウンドも芝育成事業に携わるなどして関わってくれているということなんですね。素晴らしいですね。めちゃくちゃ芝生綺麗ですね。そうなんですよ、この芝生はやっぱりそういった芝生地の事業の皆さんのおかげがあるというところなんですよね。中央で受けました、来たよ、ウーパルパー、ウーパルパー、サイドネット、背番号8ウンパルンパ部活あるあるで右に出る者はいません。いやでも決めないとダメよ。左足を振っていきました。惜しいシーンでしたね。惜しかったですね、走り込んでるよね、やっぱああいうところしっかりと。そうですね、それもやっぱり一つサッカー IQ ということになりますね。彼ああいうの上手いですよね、本当3人目の動きというか、どこにボールが落ちるかっていうのを、サイドラインはありません、上原です、嗅覚あるよね、一度切り返す、エリア内に入ってきた、やばい、スルーして上里、左に振る、待っていた、打てる川上、中央、羽田のシュート、先制点は FC 琉球レジェンズ、チンチンにされてますね、今のは。ね、前半12分を回ったところ、背番号7、羽田健二が決めていきました、1対0です。ナイスですね、見事なシュートが。ゴール左に突き刺さりました。名古屋グランパス8、水戸ホーリーホック、そして FC 琉球で活躍した羽田健二、左足を振り抜きました、1対0です。さあ YouTuber チームとしては、 YouTuber オールスターとしては1点ビハインドという状況になりましたが、うん、本田さん、そうですね、まあでも普通に時間がまだまだあるんで、そうですね、右サイドクロスが入る、高いのボールはありません、だから焦る必要は何にもないんですよ。ワールドカップの時もそうでしたね。そうそう、全然大丈夫です。振り返ればそうでした。 FC 琉球レジェンズとしてはさらに畳みかけて追加点を奪っていきたいところです。15番加藤から奥宮、上里、奥宮です。じゃあ僕ちょっと戻るんで。あ、本田さん戻ると、戻るんですか。ちょっとカンボジア戻らないとダメなんで。なるほど、まだチームありますからね、はい、ここまで解説牧彦さんでした、ありがとうございました。試合は前半に動きました。さあ上原の見事なトラップ、ポストプレーとはなりませんでしたが、奥宮がボールを拾い返します。そして今解説席に来てくださった方がいらっしゃいます。では自己紹介をお願いいたします。はい、レガテドリブル塾の拓也っています。拓也さんです。地元沖縄です。そうですね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。宮古島出身ということで、はい、今FC 琉球レジェンドで出てる、はい、FC 琉球、元 FC 琉球、上里和正さん選手と同じ地元ですね。そうなんですよね、はい、上里選手は宮古島出身者としては初の J リーガーだった選手です。そうですね、いやもう宮古島の、もうスターです。間違いないでしょう。僕が中学の頃に、はい、和さんがプロになって、あ、もうずっと憧れで、ね、はい、続けて。なるほど、はい、でも最近は個人的にも
よく一緒に連絡も取りながら、はい、さあチャンスになります。歩夢へのボールクロス、最後触ったのは YouTuber オールスターということでゴールキックになります。どうでしょうか、ここまで YouTuber オールスター攻めてはいますけれども、ゴール前に迫るシーンはありますが、最後1点が遠いというところですね。思いっきりまず1本、はい、いいシュート欲しいですね。なるほど、はい、誰が決めてくれそうとかっていうのは高谷さん何かご覧になってる部分ありますか。いや今日見てる感じだとやっぱり、まあ、達也くんとか、お、まあ、歩夢がなんだかんだこういう時に決めてくれたりするんで、歩夢選手、はい、背番号14、歩夢選手は帝京長岡のエースだったというね経歴も持っています。そうですね、あとやっぱりタカ、はい、前線のタカと達也くんがストライカーですね、はい、すごい強力なツートップなんで、今日はタカ選手は背番号10番、代表選手とのイングランド式ゲーム対決でシュミット・ダニエル選手からゴール奪ってます。いやすごかったです、ね、すごかったですね。ちょうど昨日上がった動画でしたっけ。そうですね、はい、ちょうどリゼムさんのチャンネルで上がってたんですけど、素晴らしいシュートをゴールに突き刺していました。ポテンシャル十分の選手がフォワードにいます。 YouTuber レジェン、YouTuber オールスターチームです。シゲから右に振っていくがわずかになりません。ちょっと右サイドのかける選手、少し足を先週怪我してしまったんで。あ、そうなんですね、かける選手違和感を感じながらもしかしたらスプリントしてるかもしれないです、ね、なるほど。ここ高選手が思い切りプレッシャーに行きました。かなり高い位置でボールを奪おうというそんな意思疎通を感じます。上里塗っていいボールが入りました。このホットラインですね。そうですね、上里選手と上原選手の健在コンビですよ、はい、去年まで見てましたから、ね、そうなんですね。2022年まで琉球でプレーした2人の選手です。まさに FC 琉球のレジェンドの2人が、うん、今こうしてまたピッチに戻ってきて、すごいファンの方もね嬉しいですよね。嬉しいと思いますね。また改めてタピスタで躍動する姿が目の前に広がっています。再び上里の左足で左に振っていく。待っていたのは同じ県勢出身、県勢の赤峰です。勝負仕掛けていく、うまい。中央原下げて上里、ダイレクトで上原です。さあ奥宮から原、先ほどゴールを決めました。ヒールで流しましたがそこに人はいない。赤峰、いやーボール奪い返します。この今ボール持ってる公平は、はい、あのレガテドリブル塾の、そうですね、はい、コーチなんですけど、今日ちょっと負傷者が、思わぬ負傷者が出てしまって。そうなんですね、翔平も怪我して、はい、まあ、慶吾もともとやってて僕も怪我してしまって、はい、今日なんと急遽ピッチに立つっていう。なんと、はい、ちょっとさっきまでちょっと緊張してました。あ、そうですか、はい、やっぱピッチに立つっていうことの重みというかね、その辺りの緊張感も感じながら戦っていると思います。いやでも本人楽しむって言ってたんで、はい、今、はい、ピッチの中で楽しんでくれてると思います。いいですね、中央受けた上里です。この人の左足からいくつも琉球はチャンスを作ってきました。ゴールも奪ってきました。上原下げた、上里ダイレクト、赤峰これはうまい、これはうまい、圧巻です。2対0。いや圧巻すぎる。いやこれカズさんのボールもそうですけど、はい、まあ、そこしっかり決め切る。そうですね、慎吾さん、赤嶺慎吾さん、なんという決定力でしょう。全くおトライを知りません。さすが、つい最近までこのホットラインを J のピッチで見れてましたから、ね、はい、そうですね、ベンガラ色のユニフォームをエンブレムを背負い戦っていました。今健在という言葉がありましたけれども、まさに本当にそうですね、素晴らしい決定力を見せました。肌赤峰の1点で2対0です。こうなってくると少しちょっと厳しいですね、YouTuber オールスターズとしても前半でまず1点返して、はい、まあ、後半につなげたいところですけどね。無得点はなんとか避けたいというところでしょうかね、はい、このまま終わらないのが YouTuber、いやその通りですよ、はい、さあ今梅ちゃんも手を叩きました。一つベンチ側を煽っていきます。梅ちゃん、今日ちょっとあのスイッチ入ってましたね。スイッチ入ってる、さっき気合入ってたんで。そうですか、はい、何か特別な思い入れがあるんでしょうか。いや沖縄がただ好きって言ってました。沖縄が好き、これは嬉しいコメントです、はい、ここで前半終了のホイッスルとなります。さあではここまでを振り返って解説で来てくれています高谷さん、
さん、振り返ってどうでしょうか。いやそうですね、やっぱり FC 琉球レジェンドの選手たちの、はい、まあ、つい最近まで健在だったこのホットラインが見られての得点だったと思うんで、はい、まずそこが本当に素晴らしかったなっていうところ、もう拓也さん自身も見られて嬉しかったっていうような表情ですね。一、はい、ファンでもめちゃくちゃなんか興奮しました、ね、なるほど。めっちゃ熱い。大切な変わる変わる入ってきます。背番号7リゼムの慶吾さんに来ていただいています。そして背番号12ハラキンカップルリコさんです。よろしくお願いいたします。マイク下のところですね、スイッチ入れると入ります。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず慶吾さんにお話を聞きたいなと思うんですけれども、はい、日本代表森保監督の息子さんということなんですね。そうなんですね、まずそこなんですよ。、はい、私たちとしてはびっくりしてるんです。あ、本当ですか。よろしくお願いいたします。お願いします。まずこの前半っていうのをご覧になっていかがでしたか。そうですね、YouTuber らしさゼロでしたね。あの暑さに負けてるのか、元気がなさすぎる。いつもとちょっと違うと、はい、いやちょっと静かですね、はい、今どのあたりがちょっといつもと違いました。いややっぱり声が出てないです、ね、声が出てない、はい、みんな元気いいんですけど、はい、やっぱり暑さにやられてますね、もう完全に。ちょっと今手元の温度計だと34度という、ね、いややばい数値が出ております。湿度もこれに加わっていまして、このあたりの地域海もね近いので、また天気が変わりやすいっていう場所でもあります。いやそれすごいですね、汗が止まんないですね。吹き出すような汗との戦いという側面もあるわけですが、はい、さあもう一人お伺いしたいと思います。ハマキンカップルのリコさんです。お願いします。お願いします。達也さんの活躍にやっぱり一番期待していらっしゃると思いますけれども、はい、どうご覧になっていますか、この試合は。ちょっと暑さにやられてますね、はい、ちょっと暑さにやられてる。やっぱりみんなそこが注目する場所なんですね。そうですね、はい、なんかちょっといつもと違うなと。顔に覇気がないですけど。覇気がない。ちょっと言われちゃっていますぞ、YouTuber オールスターの皆さん。達也くん決定機外してましたしね、前半。そうですね、外したよね。外してました。まあ、社会人チームにも所属していて YouTuber の活動も盛んになっているということですが、21番の上原慎也、一つチャンスを作っています。 FC 琉球レジェンドチーム、上里まで下げます。縦パスは合いませんでした。縦に出す、これもインターセプト。23番の砂川から左、18番の牧野です。中央9番の東間舞と、そして上里です。やっぱり質高いですね。質が高い、全然違います。慶吾さんから質が高いというコメントが、はい、高すぎます。なるほど。ボールの部分もやっぱり運動量はそんな多くないですけど、もうボール持った時の質が全然違いますね。確実に決めていくっていうところが一つのポイントになって、はい、あ、今中央でこれはチャンスです。チャンスになりました。達也くん、これ持っていく。達也選手、達也選手だ。持っていった、1人かわした、シュート。おっと、ちょっと当たらなかったですね。リコさん、はい、今ストボックス少し一つねボルテージ上がりましたけれども、いかがでした。そうですね、まあ、まあまあですね。まあまあですか。ドリブルで仕掛けていくっていうその、そうですね、ファイトスタイルは良かったんじゃないかなと思いますけれども、はい、最後シュートで終わりました、ちゃんと。はい、そうですね、大事ですね、シュートで終わることが。まずファーストシュートだったんです。そうですね、はい、後半のファーストシュートという形になりました。左に振ったのが FC 琉球レジェンドチームです。ボールキープの牧野、おっと、高と牧野がやり合います。ちょっとこれ多分ポジション変えてますね。そうですね、高が右サイドバックに来てる気がするんで、攻めのポジションからだいぶ下がってきてるってことですね。シゲが前に上がってます、ね、なるほど、はい、まあ、本来前目の選手なんですけど、はい、ミナーズで後ろやってるんで。そうですね、はい、そうすると高選手とシゲ選手のポジションの入れ替えがあったっていうことになりますね。少し中のフォーメーションもいじってきているこの選手がシゲです。いや正確な左足を持っています。いやこれ来たんじゃないですか。左からクロスが入って、達也だ、達也反らした。いや惜しい、エリア内わずかに合いません。また一つサイドからの攻撃という形を作りました。いやそうですね、ちょっと勢いが出てきた気がしますね、うん、そうですか、はい、この勢いに乗ってまずは1点返すことができるかという YouTuber オールスターです。20分ハーフですから、はい、早めに行ってほしいですね。そうですね、カミネボールキープ。19番のギマとのワンツーでした。右が上原慎也、仕掛けた、カットイン、
やうまいな、サイドツカロ。マキノ上げて。いや、めちゃくちゃいいボール。惜しいクロスでした。うまっ。待っていたのはトーマ・マイト。これカウンターありますね。そうですね。少しスピード上げていきたいというところでしょうか。YouTuber オールスターのカウンターです。ちょっと押し上げが遅いですね。押し上げが遅い。やはりここにも暑さが絡んでいるかどうか。みんなちょっとただカットインしてきた。振って、いやー、シゲがワンツーで最後のパスを出しますが、キーパー先です。いやー、シゲ前行ったなら結果残してよ前行ったなら得点という形がやはり見たいですね。いやそうですね、責任ありますから、やっぱ後ろから前行った場合は。なるほど、はい。なんとかまずは1点を返したい YouTuber オールスターです。前半は FC 琉球レジェンドチーム秦の先制ゴールがありました。さらには見事な連携プレーで24番赤嶺慎吾のゴール。ここは島オフサイドポジションにいました。オフサイドです。宝次郎選手は一度最終ラインでつなぐことを選択。ゆっくりかなりつないでいく感じですが、左に振りました。素晴らしいボールが入りますクロスが入った。シゲ、シゲだ。いやシゲ、後ろからの難しいボール、最後は42番のシゲ。いや今のは決めないといけない場面でしたね。決定機でした。ちょっとナイスボールでしたね。斜めのボールが、ちょっと振り抜きすぎましたね。今のちょっと力んだ部分もあったでしょうか。ただ一つ形作っています。じわりじわりと YouTuber オールスターチームが FC 琉球レジェンドチームの陣内に攻め入るシーンが増えてきました。後半です。5分経過して、まあ、ここまで、では慶吾さん、どのようにご覧になっているか一つ聞かせてもらってもいいですか。そうですね、ちょっと点が入りそうな匂いというか空気がしてきたかなと思います、ね。はい、11番のタケルです。非常に運動量豊富。やっぱりそうですよ、やっぱレジェンズは、はい、多分後半落ちてくると思うんで。なるほど。おっと、ここでキーパー荒崎のプレッシャーがありましたが、なんとか事なきを得ます。やっぱり運動量で若さを出していかないと、はい、うん、そこをちょっと狙い目ですね。自分たちのストロングポイントをいかに出せるかというところですね、はい。こっちも動けないですけど、まだ若いので、はい、そこ。リコさんはどう、この後半の立ち上がりというのはご覧になっていますか。気合は十分だと思います。お、気持ちの部分は足りていると、はい、あとは得点ですね。そうですね、はい、誰に得点期待しますか。達也で。そうですね、はい、長めのボールが1本出ました。ゴールキックに変わっています。左から右に攻めているのが YouTuber オールスターです。中央のウンパルンパ、降りてきた42番のシゲ、走り出したかける、右に展開。琉球プレッシャーに車18番の牧野です。攻めてますよね。かなり攻めているんじゃないでしょうかねだいぶ攻めてるけど ね、 ちょっと最後のところで、リゴちゃんはよくサッカー見るんですか。タツヤと付き合ってからは結構応援とかに行くようになったんで、はい、だいぶルールとかも分かるようになってきました。そうですか来た、達也君来たよ。来た、6番の達也、決められるか。クロスが入る、シゲのところ。いや惜しい。ただ25番島のカバーです。いやうまいな。来た、再び縦に11番のタケル、よろしくパワーツー。おっと、スライディング、足が伸びるが、混戦は FC 琉球レジェンズに軍配です。ちょっと、ね、最後のところのクオリティがちょっと低いですね、YouTuber 選抜。ちょっと攻め手を欠いているかなっていうところ、はい、ゴール前までは行ってるんですけどね、はい、音、ジャイさんからいい声が、ね、ジャイアント和樹さんからの声です、ゴールキーパー。いやーちょっと今日まだジャイさんのロングキックあまりね見れてないんで、ちょっと見たいです、ね。そうですね、本当にすごいキックを持ってる。正確な低弾道のパントキックというのも一つ見どころです、はい、とんでもないですよね、はい、世界一位と言っても過言ではないんじゃないかという、あれは本当に過言ではないと。完全世界一です。ダイレクトで上里のボール、上原に出て、はい、振った奥宮へ、わずかに合いません。ちょっと元気出してほしいですね、これ最後、はい、10分ぐらいですか。残りはそうですね12分弱ぐらい残っています。まだまだサッカー逆転のチャンスがありますので、
なんとかまずはシュートまで行ってほしいというところ。対する FC 琉球レジェンズは追加点を決め、勝負を決めに行けるかという後半です。左サイドからの攻撃になる。縦に出た達也です。達也くんエリア内進入、このダイレクトパスが梅谷もう梅ちゃんと言わないという梅谷ちょっとダメだな。でも交代がいないんですよ。なんせここちょっとかなり厳しいですよね。そうですね、カードが切れないという。全員あの爆弾持ってるんで、はい、リコちゃんだけですね動けるの多分。そうですか、交代で、はい、リコちゃんは出ようとは思いますか。いやもうめちゃくちゃ出たいです。出たい気持ちはある。出たい。なるほど奪い返しました。上原からボールを奪い返したのは梅ちゃんです。中央ウンパルンパ、42番のシゲ下げて高です。正確無比なコントロールを持っています。左に振っていく、わずかに合わず。狙いどうでしょうか、ケイゴさん。いやちょっとサイド狙ってますけど、ロング精度の質がちょっと下がってきましたね、はい、疲れてるんですけど。疲れが出ていると、はい、まあ、この10分でどれだけ レジェンズと、はい、あの運動量の差を見せれるかがこれ鍵だと思いますね。なるほど、はい、残り10分という時間帯、遠前のボール、これをカットしました。縦に出るシゲです。振った、いや長いか、上がっていく。来た24番ショウちゃんだ。いや大きく大きく枠を外してしまいました。最後はかけるです。はい、いやーかける、それじゃあウィナーズでも点取れないですよ。まだ彼は1点も取ってないですからね。辛辣なコメントです。ちょっとひどいですね。ただ一つシュートで終わってみせました。ボールをキープしたのは FC 琉球レジェンズチーム19番のギマコータでした。とこれパントキックあるか、さあ出るでしょうか。おおちょっとショート低めのショートのショートパント出ました。パントが出ました。ゴールキーパーで背番号9をつけているのは YouTuber オールスターのジャイアントカズキです。ベンチから声が結構出てますね。ベンチからの声が聞こえてきたと。おっと、翔ちゃん、翔ちゃん、研修士翔ちゃん。いやチャンスは作ってますけどね。確実にエリア内まで侵入する機会が増えてきました。 YouTuber オールスターです。ちょっと前半のコーナー機会も広かったので、お早めに始めてきましたね。スタートクロス入る、上里がゴールキーパーまで下げました。キーパーは荒崎直也です。2008年から2011年まで FC 琉球に所属しました。このボールがタッチ割っています。 YouTuber オールスターのスローインということになります。ロングスローあるか、ロングスロー背番号10の高選手、ロングスローあるかという問いにないよという即座に返しました。なかったですね、まだまだゆとりありそうですが、ボールを受けた、来た、11番の後編から、おっとこれは来たんじゃない、左サイドからカットイン、シュートがあるか、あ、エムいや、なに、えこぼれた、ワントラップから、シゲ、いやシゲ、シゲ、シュート練習最近よくしてるんですけどね、もうひどいですね、今のも。そうです、おっと、これカウンター、やばい、コウジョウ君、上原が、上原が来た、奥には9番、トーマ・マイトも待っている。ただそこ、いや、おっと最後のシュートが決まらない。素晴らしいディフェンスですね。ここはディフェンダーの勝ち。ちょっと前線歩きすぎですよYouTuber チーム、 YouTuber 選抜歩きすぎですよ。勝つには運動量を上げていくしかないという時間に入ってきました、はい、もうそこですから、質は勝てないですから。コーナーキックは24番赤嶺慎吾です。ショートコーナー使ってきた、おっと上里、上里中を切る、ゆっくりキープします。というボールでしたが、インターセプト、うまく切り返しました19番の浩平です。下げてゴールキーパー、ジャイアント和樹、梅ちゃん、
ちょっとチャンスですね。やっぱりレジェンド走り出したタカ4人5人余ってるんで、はい、これはちょっと高いのボール、グランダーのクロス、いやーキーパー荒崎正面、いやニアというコメントが今解説の慶吾さんから入りました。ニア欲しかったですね。ニアが欲しかった、はい、中の人数入り方というところ攻めているのは FC 琉球レジェンズチーム、ゆっくりと作り直します。残り時間6分弱となって、ま、ちょっときましたね。きつそうですね、高も少しずつきつい時間帯です。素晴らしいボールが入りました。牧野と赤嶺です。牧野は2014年に琉球に所属していました。6番の奥宮、受けて24番の赤嶺、二人を背負いながら冷静にパス、ね、縦に出ましたが島の走り出しにはありませんでした。収まりますね、収まりますね、安心感安定感未だに健在です。24番の赤嶺、時間が少なくなってきました。攻めなくてはいけません。 YouTuber オールスターズあと5分ですね。残り5分をどう使うか。左サイドからの攻撃になります。中に入っているのは2番の梅ちゃん、ポケットのマンツー、細かいタッチから抜けてきた歩む、いやーやっぱ最後のところ、ここは牧野のカバーです。やばい、走り出していたのは新琉球レジェンズチーム9番のトーマ・マイトですが走り直します。わずかに合いませんでした。9番のトーマ・マイト選手はビーチサッカー日本代表として戦った経験があります。さまざまな経歴を持つ選手たちがピッチ上で躍動しています。すごいオーバーヘッドが見えそう。そうですね、アクロバティックなプレー楽しみですよね。日の丸背負ってブラジルと対戦した時は元代表のロマーリオと対峙したという経歴もあるそうです。ロマーリオ、またレジェンド級の選手が出てきました。ブラジルビーチやってたんですね。そうなんですね。左サイドから攻撃、クロス入った、おっと冷静です。奥宮からキーパーの荒崎、いやあと4分、ちょっと頑張ってほしいですね、YouTuber 選抜には。ちょっとゼロでこれ終われないですよ、YouTuber としては。なんとか1点奪いたいところ。シゲから翔ちゃん、このパスが合わない。ちょっとパスが合わない、初めてきたかどうかというところですね。ただ畳みかけるのは FC 琉球レジェンズ。達也くんはでもリコちゃん見に来たら大体点取ってるの俺見てるんで。そうですね、みんなそのように話すんですが、今日3歩あるんですかね、私の解説が気がかりなやつ。気がかり大丈夫かなっていうのを考えてるってことね。ちらちらちょっとあまりね、こうリコさんのコメント聞きながら進めてるのもないですからね。ちょっともしかしたら初めての感情に襲われているかもしれません。ただ FC 琉球レジェンズチーム、牧野の柔らかなクロス待っていた、トーマン・マイト、やっぱいつもとは、ね、違う環境でやってるんでね、入場も一緒にしてましたから、なかなか見ることないですよ、はい、入場エスコートキッズで、あ、はい、おっとここで背番号4、誰とですか、 YouTuber オールスター、誰とですか、牧彦が選手交代をしようということで、おっと高に代わって、はい、牧彦ですね、選手交代ですね、背番号10の高に代わって、ちょっと何をしてるの、ここは交代しないようですね、あ、しないんですね、しないということです。どういうお話だ、大変紛らわしい行動を見せました。イエローカードです。さあその中で FC 琉球レジェンズチーム上原仕掛けますが、ちょっと YouTuber 選手時間ないですよ、時間が、みんな走って、残り時間は少なくなっています。さあダイレクト、達也くん、達也の目の前、達也のところ、奥宮のクリア、来た、ただ奪い返した、逆サイド19番公平です、逆サイドフリーです、来た、タカ、来た、タカだ、ヘディング折り返し、いやー惜しいシーンを作りました。ちょっとカウンターが怖いですね、これまだまだ、あと2分、オールスターズです、なんとか一矢報いたいところ、クロス入ってシゲのところ、おっと、これはちょっと忖度入っ
ったかな今のゴールキックでしょ、コーナーキックちょっと流れ読んでくれてるかな、コーナーキックですね、あ、ここでおっと、これ交代か、交代のジェスチャーを見せたのは背番号4の、あ、交代とはっきり話しました、交代とはっきり話しましたが、右手にはボトル、おそらくこれは交代を、お、入りました、しました、おっと、これ巻き引かれました、YouTuber オールスター選手交代があります、8番の運搬代わって、身長大きいですからね、これジャイアントカズキも入ってきました、入っていきます、これは見てながらラストプレーか、これなんとか1点を取りたい、 YouTuber オールスター最後の攻撃になるか、頑張れ、アイムのキック誰が合わせる、奥巻ひかのところ、巻ひかが足を引きずっているところで試合終了のホイッスル、終わり方ひどい、おしまいですか、おしまい、試合終了です、ぬるっと終わりました、前半の2点を守り切った FC 琉球レジェンズ、YouTuber オールスターズに2対0の勝利、さあ解説には慶吾さんとリコさんに来ていただいています、はい、いやこの試合振り返ってまず慶吾さんいかがでしたか、いやちょっと YouTuber らしさというか、そこが見れなかったのがちょっと残念ですね、外から見て、はい、ちょっとみんな暑さにやられてたなっていう印象でしたね、ちょっと物足りなさを感じてしまった、ゲームになったと、ちょっとやりたくなっちゃいました、あ、そうですか、慶吾さん自身もね、続いてリコさん、達也さんが出ていましたけれども得点ならずと、ちょっとだいぶ暑そうでしたね、だいぶ暑そうだったちょっと叱ってくださいよ今日は、ちょっと怒っときます、はい、ね、うん、言われるのが一番なんて言いますからね、いやそうですね、一番効くと思 う、 ね、何よりの薬になるかもしれませんが、はい、どうでしょうか、わずかに決定力を欠いてしまった YouTuber オールスターズ、2対0で敗れるという結果になりましたが、一方 FC 琉球レジェンズチーム、いや素晴らしかったですね、衰えを感じさせない見事なゴールを見せてくれました、ここまででは解説に来てくれたのは YouTuber オールスターから慶吾さんとそしてリコさんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ、悔しい、お疲れ、お疲れ、どうだった、この後すぐ上位に近づけてこっち側お願いします、飲み物だけ持ってこっち側お願いします、しっかり負けとるやん、来たけどな、よし、お願いします、オールスター、かっこいい、オールスター、オールスター、なんだ、ありがとう、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということで、はい、ただいま FC 琉球プレゼンツスペシャルマッチが終わりました、まあもう試合も終わって全日程終了したね、はい、全日程終了して、ああ一つ言っていい、酒臭いもう喜びすぎてビール進んだよな、キャロナ沖縄いいかも、ちょっと最高の流れじゃん、めっちゃ、まあスペシャルマッチちょっと負けちゃったけど、まあまあね、あの出た二人どうよ、まあまあ、めちゃくちゃきつかった、やっぱ暑かった、シンプルに日差しにやられたね、あーやっぱめっちゃきつそうだった、めちゃくちゃきつかったけど、レジェンドたちの人の温かみというか、確かに来なさいみたいな、ね、みんな人たちが、いやちょっとね、カズさんやばかった、カズさんレベチもうね、チンチンだった要所要所やっぱ全然衰えてないよね、今日は試合スペシャルマッチは負けてしまいましたが、こんだけね YouTube 仲間が、うん、YouTuber 仲間がたくさん沖縄に集まってくれて、何より FC 琉球も今日逆転勝ちして、あれはえぐかった、もう最高な今
イベントだったんじゃないもん。いやでもこのやっぱ雰囲気最高だね。いや至れり尽くせるのが沖縄のホスピタリティの高さに本当に感動します。心がさっきからそれ使いたがるよ。マジで FC 琉球の本当に方々に感謝しましょう。これはありがとうございます。本当にありがとうございました。ぜひ来年もなんかやってもらえたら嬉しいですね。はい、っていう感じで今日は、まあ、FC 琉球の試合のイベントのスペシャルマッチとしてやらせてもらいました。またぜひ今日この動画が良かったと思ってきたらぜひグッドボタンの方とチャンネル登録の方がまだの方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。コウジローチャンネル頑張ってるので、おーちゃんと言ってくれる。コウジローチャンネル、ホスピタリティでホスピタリティ使い方そうなんだよね。似てるわ、はい、概要欄に貼っておきます。ありがとうございます。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time! 公平とプレイできたのも嬉しかったよ。チュラチュラ。